ショップライト LPGA クラシック開幕日本勢の活躍に注目。ショップライト LPGA クラシック初日7日、シービュー GC ベイシー、ベイニュージャージー州、6197ヤードパー71。米国女子ツアーは、全米女子オープンの余韻を残しつつ、ニュージャージー州で3日間のショップライト LPGA クラシックが開幕しました。今回の大会には8人の日本人選手が出場しています。特に注目を集めているのは、全米女子オープンで1位と2位を獲得した笹生優花と渋野日向子のペアです。2人は同組でティーオフし、そのプレーに大きな期待が寄せられています。初日の展開と注目ポイント。今回の大会は3日間という短期間で行われるため、初日と2日目の予選ラウンドが非常に重要です。笹生優花と渋野日向子は、予選の2日間を共にプレーし、スタートホールでは共にパーを記録しました。彼女たちが同組でプレーするという演出は、観客やファンにとって大きな見どころとなっています。コースセッティングと戦略。コースの設定は例年に比べて柔らかく、距離も短めであるため、攻めのゴルフが求められます。特に初日のスタートダッシュが重要となり、いかに早い段階でスコアを伸ばせるかが鍵となります。多くの選手がコースの易しめのセッティングを活かし、積極的にバーディを狙うプレーが期待されます。日本勢のパフォーマンス。日本勢からは、笹生優花と渋野日向子の他に、畑岡奈紗、古江彩佳、西村優菜、勝みなみ、西郷真央、吉田優利が参戦しています。初日には、畑岡奈紗が2連続バーディで好スタートを切り、他の日本人選手も続々とバーディを積み重ねています。日本勢の連勝に大きな期待がかかっており、彼女たちの活躍が注目されています。渋野日向子の意気込み。渋野日向子は、全米女子オープンでの素晴らしいパフォーマンスを経て、今大会でも好成績を狙っています。彼女は、先週の良いイメージを持ち続けて、しっかりとプレーに反映させたいと意気込みを語っています。渋野日向子の安定したスイングと冷静なプレーが、今大会でも注目されるポイントです。ファンと共に歩むゴルフ。渋野日向子はファンとの絆を大切にし、その応援が彼女の力となっています。良い時も悪い時も応援してくれるファンがいるからこそ、頑張れると渋野日向子は語り、その感謝の気持ちを常に忘れません。今大会でも、多くのファンが彼女のプレーを見守り、その声援が彼女の背中を押すことでしょう。結論、ショップライト LPGA クラシックの開幕に伴い、日本勢の活躍が期待されています。特に笹生優花と渋野日向子の同組でのプレーは、ファンにとって大きな見どころです。3日間という短期間の大会で、いかに早い段階でスコアを伸ばせるかが勝負の鍵となります。日本勢がその実力を発揮し、連勝を飾ることを期待しましょう。